牧田駅は神奈川県横浜市南区宮、元町三丁目にある横浜市営地下鉄ブルーラインの駅である。駅番号は B13。1968年に廃止された横浜市電の宮元町三丁目電停と同じ場所にある。杉山神社の前の神奈川県道21号横浜鎌倉線の地下に所在する。駅の周囲は商店、事務所、 住宅が密集している。駅所在地の古来の地名、牧田城から取られた。さらしな日記の文中にある武蔵国の安田川が大岡川であるとされ、安田が秋田に転化して、さらに舞田に転化し、牧田の字を当てたとされている。相対式ホーム2面2線を有する地下駅。改札街は地下1階、ホーム街は地下2階にある。 2007年6月23日にホームドアの使用を開始した。2009年4月4日よりホーム会と改札外を結ぶエレベーター及び多目的トイレなどのバリアフリー設備の運用が開始されたほか、リニューアルに伴いホーム会においてはグリーンラインと共通デザインの駅名サインも導入された。地上と改札外を結ぶバリアフリー施設については、 駅上の鎌倉街道沿いに建物が並んでおり、用地の取得に難航しているため、40年間未設置の状態が続いていたが、鎌倉街道の一本南側の道路に建設された、マンションの直下に3番出入り口とエスカレーター、改札口、及び2番出入り口の西側にエレベーターをそれぞれ新設する工事を行い、2012年3月31日に完成した。これにより、 ブルーライン全32駅へのエレベーター設置が完了した。1日あたり乗車人員の推移2020年度の1日平均乗降人員は17,384人である。近年の推移は下表の通り。この付近は横浜市内でも人口密度の高い地域で駅からいずれの方向へ進んでも住宅地が続く。近くの商店街は牧田商店街。 マキタ・通り商営会、やや離れて中村橋商店街などがあるが、いずれも規模は小さい。駅周辺には飲食店が点在している。地元では有名な新宗教団体である、大仙ネズの命神事協会の本拠地があり、休日にはその信者が大勢この地を訪れるため、駅及び周辺は大変混雑する。ありがとうございます。